省先の山梨で新型コロナに感染が判明した女性。この女性の行動があまりにも身勝手すぎて批判が殺到してるでしょ。この女性は帰省先の山梨県で新型コロナウイルスへの感染が判明したにもかかわらず、その後高速バスに乗って都内に戻り、さらに検査結果が出るまでの間、ゴルフ練習場や整骨院に行っていたことで批判の声が巻き起こってるんだよね。おかしくない？この身勝手すぎる行動。ちなみにこの女性は、高速バスに乗って帰郷した理由を、飼っている犬が心配だったと話してるみたい。案の定、この女性の身勝手な行動のせいで、今のところ女性の友人男性一人が新型コロナに感染してることが判明したみたい。なんか呆れるよね。これだけ新型コロナの問題が危惧されているのに完全に人ごと。PCR 検査で陽性反応が出たにもかかわらず人ごとだからね。信じられないよ。でもそんな身勝手な女性に対し、あの玉川徹氏も批判の声を上げてるみたい。玉川氏はモーニングショーで、感染が分かっているのに公共交通機関を使うことが社会的にどれくらい問題かは考えたと思いますが、だけど犬がってことでしょと女性が飼っている犬が心配だったと話しているとの報道があることを指摘し、自分が帰らないと何週間も入院になってしまうことだったのかもしれないですが、一定程度こういう方いらっしゃると思うと発言。その上で、パンデミック起こってるような時にこういう人たちをどうやって防ぐのか。多くの方がこういうことされると大変なことになる。公共交通機関を使うことも問題点。もしかすると法律でそういう風なことに対しては罰則がある法律を作ってもいいのかもしれないとし、今回のコロナ禍を踏まえて緊急事態時に禁止する行為を決める必要性を語ったようなんだよ。ここまで身勝手な行動を繰り返す人に対しては罰則がある法律を作ってもいいのかもしれない。確かに玉川氏の言うように罰則も考えていいのかもしれない。だって感染が判明しているにもかかわらず高速バスに乗ってるんだからね。でもこの女性は飼っている犬が心配だったと話してるけれど、犬が心配なら犬の世話を友人や家族に頼むこともできるでしょ。なんで帰るの？てか犬をほったらかして山梨に帰省してるのもどうかと思うんだけど。でもまあこの女性以外にも他にもバーベキューをやったりゴールデンウィークを満喫してる人が多々いるでしょ。こんな身勝手な人だらけの日本、こんなんで新型コロナが収束すると思う？多くの人が様々なことを我慢していくら自粛してもそれができない人が大多数いる今の現状。正直日本での新型コロナ収束は難しいと思わざるを得ないよ。何せ野党も憲法改正を邪魔してるし、なんかいろいろ考えてるとお先真っ暗だとしか思えないゆるパンダがいる。大丈夫なの？日本。